さあやってまいりました。本日は施設リーグ大会ステイドリーム VS アンビションズさんとの対戦でございます。毎年戦っているこのアンビションズさん、前回は敗戦しているということで、本日は先発マウンドを上がらせていただきました。キャッチャーは岡ちゃん、昨年のリベンジを果たすことができるのか行ってみましょう。先頭バッター、さあこの先頭バッター見覚えある方いらっしゃいますかね。なんと今年73歳の1番バッターでございます。去年72歳って聞いてたんで、もうおそらく今年73歳でしょう。すごいですよね、1番バッター。しかしここは先頭を抑えます。ワンアウト。続いて、さあこの日はですね、結構いいところに構えたところに行ってるんじゃないでしょうか。さあ続くあたり、ショートさばいてツーアウト。やっぱ負けられない戦いなのでね、結構初回から飛ばす感じで投げていってます。まあ、ここ逆球続きましたけど、最後は詰まらせてピッチャーフライで3人で抑える立ち上がりになりました。さあステイドリームの攻撃、先頭バッターセイジです。相手は左ピッチャー、どうでしょうか。さあ初球外れて、その後スリーボールとなって、ストレートのフォアボールで先頭出塁します。その後岡ちゃんデッドボールでランナー1、2塁で打席には僕。初球はパスボールでランナー2、3塁の場面。さあこの時ですね、かなり右打ち意識しすぎてますね。この球を見てください、めちゃくちゃ振り遅れてます。でも追い込まれたので、まあ、このスイングちょっと良くないなということで、まあこれあるあるですね、荒れてたのにめっちゃストライクくるということで、ここは叩きで1点先制します。まあこの前の試合ね、この日ダブルヘッダーだったんですけど、ちょっとポップフライ上がっちゃってたので、かなり強めに叩き意識して、4番の大城さん。さあ打球はセンターに、そしてランナー岡ちゃんなので余裕でタッチアップ成功かと思いきや、この強肩、超強肩のセンターでした。キャッチャーこれ補給できなかったのでセーフになりましたけど、これタイミング的にはまさかのアウト。ここからグイン、いやすごいっすねセンター。さあそして久しぶり参加の佐藤さん、まあ、ここバット止めたあたりが当たってしまってアウトになるも、初回2点を先制することができました。さあそして2回の表ピッチングご覧ください。先頭バッター、高めのストレートを振らせて空振り三振に抑えます。続いてここはサードゴロに抑えてツーアウト。続くバッター岡ちゃんのこのメジャーリーグ風キャッチングからのこれファールで、最後はフォークで空振り三振ということで、2回の表も3人で抑えました。さあこの日ですね、ステイの打線があまり調子良くなくてですね、2回の裏無得点で先頭バッター、さあこの日セカンドに入っているサッシー、しっかりさばいてワンアウト。さあそしてこの日の課題はスライダーとフォークも多投するということで、3回の表の守備、2ストライク追い込んでからスライダーのサインが出ます。そしてさあこれ伸びたあたりが茂みへズドーンということで、浮いたスライダーを完璧に捉えられてしまいました。そしてバットはレガシー、さすがレガシー、すごいです。しかし続くバッターはストレートでピッチャーゴロに抑えてツーアウト。ストレート、ストレート、そして最後もストレートかな。これはセカンドゴロに抑えて、まあ、最少失点で抑えることができました。まあ、スライダーね、課題のところもっと精度高めていきたいと思います。さあ4回の表、先頭バッター73歳のバッターが、さあここちょっとねサードの送球がそれてしまって、ランナーは一気に二塁へ進塁。すごいっすよね、こんな走れるんすかね。僕73歳でこんな走れないと思うんだよな。マジですごいですよね。さあそして続くバッターは
レフトフライに打ち取って進塁は許さず、そして続くバッター変化球変化球、そして最後も変化球で、しかしこれが嫌なところにセーフ、かなり嫌なとこ飛びましたね。内野安打で1、3塁としてしまいます。その後盗塁を挟んでランナー2、3塁の場面、さあここピッチャーゴロに打ち取って僕がファーストに送球、その間にさあ走ってきました、ただ送球がそれて同点に。いやー、ファーストに送球したあのタイミングで走る73歳、マジですごいっす。さあなおもツーアウトランナー三塁の場面ですが、ここはショートフライに打ち取って、まあ、最少失点に切り抜けます。5回の表、このちょっとしたミスがね、こういう送球ミスが目立ちましたね。先頭フォアボールからの送りバントのフィルダースチョイスでランナー1、2塁、続くバッター2ストライクに追い込んで、ここはピッチャーフライに打ち取りました。ランナー進めず、ワンアウトランナー1、2塁の場面でサードゴロに抑えて2アウトランナー2、3塁、しかしピンチです。さあアウトコースのストレート、またしてもアウトコースのストレート、そして最後はフォークで空振り三振。このピンチは無失点で切り抜けました。5回の表を終えて、なんとここまでステイノーヒットでございます。5回の裏も無得点、そのまま6回の表ステイドリームの守備です。先頭バッター73歳、インスラ決まって、ここ変化球打ち取りました、レフトフライ。この回からキャッチャー工藤君に変わっております。さあこのスライダー良かったですね。この日一番いいスライダーでした。さあ続くバッターはピッチャーフライに打ち取って、さあカーブが決まって、最後はフォーク、この日意識してたフォークで空振り三振を奪うことができました。そして時間的に最終回、ここまでノーヒットで2点を取りましたけども、なんと今のところノーヒットノーランをされております。さあ6回の裏、先頭バッター僕です。さあなんとかね、ここも時間で引き分けで終わるのはあれなので打とうと思っておりました。さあドン、これが三塁線を抜けるチーム初ヒット、そして長打コース、僕は悠々二塁へ到達しました。ノーアウトランナー二塁、絶好のチャンス、サヨナラの場面です。ここに来て初ヒット、そしてバッター大城さん初回犠牲フライを放っております。さあここツーボールからワイルドピッチでランナー三塁へ、その後フォアボール、さらに満塁策を取ったタイミングで投手を交代するというすごい珍しい作戦に出ました。満塁で登板するってこれ結構ピッチャー的には嫌なんじゃないかなって思っちゃったんですけど、かなり厳しい展開での登板ですよね。さあそしてバッターはひとしさん、ワンボール、続く球ストライク、さあひとしさんお願いします、打ってください。なかなかねやっぱ登板した直後制球力が定まりません。さあ3ボールとなりました、3ボール1ストライクで、ここ外れてしまってフォアボール、そして押し出しとなって、押し出しサヨナラ勝利となりました。最後ちょっとふわっとしてしまったんですけども、昨年負けた相手に勝つことができました。アンビションズさん、対戦ありがとうございました。ないよないよ。